勝負ではありません。生きるか死ぬかの決勝トーナメントです。イニエスタからルイス・スアレス、スリージャがここでファウルを取られます。前線へのボール、このボールに触ります。ビドール、イニエスタ、セルヒオ・ブスケツ、ロングフィードで狙う柔らかいパス、ここ勝負ですね。ルイス・スアレス、ビューズボール、走らせる、裏へ抜けた、よくカバーしましたよ、止めた。少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。はい、前半最初のコーナーキック、ゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。何にしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあバルセロナ、この早い段階で失点といきなり足元救われてしまいましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。スルーパスを出す、ふわっとしたボール、ミトロビッチ、前半17分です。ジェラール・ピケ、アラバ、ラフィーニャ、ラテを使います。セビージャ、ここでファウルがありました。ダニエル・アウベス、グメルス、イニエスタへ縦にボールをつないでいきます。このプリアンカ、オレムリナス、このボールをカットします。ラビーニャ、ね、このパスが抜ける、さあルイス・スアレス、いい形ですよ、ルイス・スアレス、ビューズボールになる、リボーラ、シャカ、長いボール縦へと、これはつながりません。前半28分を過ぎたところです。イニエスタ、ラフィーニャ、ルイス・スアレス、前線へ出す、味方を走らせる、抜けた、どうする、どうだ、このシュート、しのぐ、完全にバックスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、もう強く来ましたね、距離ありましたけども、アラバ、イニエスタ、ラフィーニャ、アウベス、ネイマール、
ラフィーニャ、ここ仕掛けてほしいですね。厳しくチェックされてましたし、まあ返すしかないでしょうね。イニエスタ、おっとルーズボール。いや、今のキーパーは褒めたいですね。ナイスセーブでしたね。流れを止めます。ジェラール・ピケ、ラフィーニャ、アウレス、イニエスタ組み立てていきます。イニエスタから左へ、スルーパス、ここは読んでいました。シャカ、縦にボールを送ります。セスワーです。柔らかいボール、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。結果前半1対0、セビージャ、まずは前半先制して折り返しました。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしているっていう心の余裕っていうものがありますよね、ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。なるほど。セビージャが1点先制して前半を折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。セビージャ 1-0 リードです。ここもしっかりディフェンスしました。アテのボール、目まぐるしくボールの持ち主が変わる。これムリナス、サイドのスペースを使う、ボールを受けます。どうだ、中揃ってたんですけどもね。固いディフェンス、シャカ、足元大事にいきます。ラフィーニャ、ネイマール、ここは一人で仕掛けます。味方の上がりはまだ不十分です。サイドのスペースへ走らせる、取られてしまいましたね。セカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。これはなかなかこじ開けられない。ここも旗が上がっています。セビージャはここでベンチに動きがあります。ルイス・スアレス、やられましたね。スペースにいいボールなんですけどね。カットです。この柔らかいパス、バックス
の看板のプレーにしっかりつけ込むいいシュートでした。奪って引きつけておいて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。バルセロナ徹底的とゴール、これは防ぎきれなかった、痛恨のミス。どうしたんですかね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょうか。まあこれ結果的に同点になったわけですから、こちらとしてはラッキーですよね。してリスタートとなります。ハイレベルな試合の中でもこういったことが起こるんですよね、はい。まあ、こういう形であれ1点は1点ですから、うん、もらった方が非常にラッキーですよね。そうですね。サイドのスペースを使います。ラフィーニャ、ウィス・スワーレス、ダニエル・アウベス、ボール入りましたよ。サイドのスペース、フラッグは上がっていません。ラフィーニャ、味方を走らせる、このボールがつながります。さあカウンタースピードを上げたいところ、セルギオ・ビスケツ、イニエスタへ当てを使います。ラフィーニャ、ボールのところ、チャンス抜けた、うまくボールに来ました。トーレス、長いボールを振ります。これはどうやらオフサイドです。バルセロナは選手を変えるようです。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどね。ここはすぐ奪い返します。抜けてきましたよ。ゲット、バルセロナ試合をひっくり返します。バルセロナ、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いや、もうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。さあバルセロナ1点をリードしてリスタート。バルセロナとしてはこの重要な場面でね、何と言いますかモチベーションを保ち続けたというね、その結果が出ましたよね。縦にボールをつないでいきます。サイドに抜ける、チャンスですよ。自分で行く、どうです、大きく縦へ、このプリャンカ緩いフィード、ここは要注意ですよ。抜けてくる、コース空いた、シュート、来た、追いついた、セビージャ、セビージャ、このままじゃ終わらない意地の一発。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい。しっかり決めてきましたね。そうですね。さあセビージャ、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。いや、踏ん張った結果出てましたよね。バルセロナとしては早めに縦へのボールを入れたいですね。大きくサイドチェンジ、ここですね、これ収まればっていうところですけどね。さあ前線へ、これはオフサイドフラッグが上がっています。フメルス、ジェラール・ピケ、スペースへ出す、いい展開ですね。大きく前線に入れます。縦のボールを入れてきますが、これはありません。上です、2対2。